ゆう子による同名原作小説を映画化した狼の地、2018。広島の架空都市、クレゲ原氏を舞台に、い、すれすれの捜査を繰り返す一匹狼の刑事、上、役所工事と、新米刑事、日岡、松坂通りが、某、団組織同士の構想を利用して、大物の逮捕を、っていく。刑事もの罰。 仁義なき戦いと言われ、大、名話題となった作品の続編、古老の地レベル2が8月20日、リ公開される。前作から3年後の日岡の姿を筆写した、オリジナルストーリーだ。メガホンをと、白石和也監督に話を聞いた。前2回の1回目、後編、続く、生々しく残酷な暴力描写や、登場人物たち、迫力に一作目も圧倒されましたが、 二作目も見終わり、って、しばらく放心するほどでした。まず脚本、理についてお伺いします。前作は、原作と結末、だいぶ変えているので、原作小説二作目の、狂犬、面に直結できないからどうしようかと思いました。狂犬の目では、日岡が、田舎の駐在に、っているのですが、それよりは、広島のヤクザ、構想をもう一回描きたかった。そこで、 脚本家の神淳也さんやプロデューサー陣と、日岡のふ、戦というような内容になっていくだろうと、うところからスタートして、役所、孔二さん、え両上もいませんし、前作とは手触りを変え、必要があるだろう、強烈な敵が必要だろう、よ、エンタメ感を強くしよう、などと話しました。作から引き続き出演する俳優もいましたが、和も手で、 個性的な新キャストが揃いました。前作をやってから、会う人会う人、役者の方か、次は俺もやりたいです、呼んでください。と、こん。で苦かったアピールがたくさんありますし、カッ笑い。今回もキャスティングするうちに役座が埋まってしまったんだけど、あの時、そうこと、っていたからと、警察役でオファーしたら断ら、たりして、みんな役座役をやりたかったみ、いいです、カッ笑い。 日岡の前に立ちふさがる鈴木良平のことを聞かせてください。対する松坂ももくんが身長があるので同じぐらいの大きいがいいと思っていたし、良平くんは人よ2019に出てもらっているのですが役の作り込みや利下げ方がハリウッドの俳優みたいなのでこう信頼してお願いしました。